ジュディット・シュムラはフランス出身の女優。300年以上の伝統を誇る、同国の国立劇団、コメディ、フランセーズの主要メンバーとして活躍。並行して映画、テレビでも活動している。バイオリニストだった父親の影響で幼少期の頃よりバイオリンを学ぶ。音楽の道を目指していたが、高校時代に見たエマニュエル・ドゥ・マルシー・モ演出の演劇に感銘を受け、 女優を志すようになる。その後、フランス国立高等演劇学校に入学。そこで教授を務めていた、ふつ国立劇場、コメディ、フランセーズの支配人である女優、演出家のミュリエル・メイエットに見出され、卒業後の2007年末から、同劇団に参加した。同年、ヘルフォンで映画デビュー。翌2008年、コメディ・フランセーズ、人間嫌いで舞台デビューし、 映画、ベルサイユの子などに出演するなど、女優活動を開始する。2012年、映画、カミーユ、恋は再びに出演。同作で、ルミエール賞有棒若手女優賞を獲得し、第38回、セザール賞女演女優賞にノミネート。2016年の主演映画、女の一生で、翌年の、第42回、セザール賞主演女優賞にノミネート。 ありがとうございます。